オリーブ。オリーブ、学名、オリア・エウロパヤは、木製化の常緑高鍵。日本語では稀に、観覧と呼ぶことがある。果実は油分を多く含み、主要な食用油の一つである、オリーブオイルの原料である。古代から、重要な油量作物として知られている。また、原産地が、西洋文明の発祥区域であった、地中海沿岸であるため、聖書の記述を、 はじめ多くの文化的記録が残っている。地中海地方が原産とされる。葉が小さくて硬く、比較的乾燥に強いことから、スペインやイタリアなどの地中海地域で広く栽培されている。紀元前700年頃から古代ギリシアは、オリーブの栽培によって、国力を蓄え、今日の産油国のように繁栄を迎えた。オリーブには、価値があり、ヘロドトスは、 紀元前5世紀頃に、アテナイを除き、世界のどこにもオリーブの木は存在しないと記述している。ギリシアが地中海各地に植民地を建設するとともに、オリーブの木も移植され広まっていった。紀元前370年頃、イタリア半島に移植され、やがてオリーブの主要生産地の一つとなった。原産地のギリシアのギリシア語では、ラムダアルファアルファー、エラヤアと読み、 オリーブの木やオリーブの実を指す。あるいはラムダアルファーイオタニュー、エライオン、オリーブオイルを指す。地中海沿岸を広く支配したローマ帝国の言語である、ラテン語では、オリバ、オリーブの木、オリーブの実を指すと呼び、それが、ラテン語の方言である、ロマンス諸語のイタリア語オリバ、スペインオリバ、フランス語オリーブになり、古フランス語のモイが大量に流入した中期英語では、オリーブとなった。 日本語では、基本的には、英語やフランス語を音写した、オリーブと呼ばれ、稀に、観覧と呼ばれることもあるが、観覧は本来オリーブとは全く異なる。観覧化の常緑鉱木で、あ、観覧、観覧化参照。これは、オリーブに似た緑色の鉱物オリビン、アラビンを和訳する際に、全く違う字目である観覧の文字を誤って当てて、観覧石と名付けしまい、植物の方も、 同様に語字がルーフしてしまった結果であるという説がある。ただし、明治初期には訳された新約聖書マタイによる福音書の中に観覧山の水訓があり、当時はオリーブを両方の似た観覧と混同内し、同一視されていたため、鉱物の語訳説には疑問がある。また別の説では、観覧の果実を演奏したものを英語でチャイニージーオリーブと称したことによるとも言われる。 オリーブの果実は油を絞るほか食用にされる。そのまま生食すると苦味が強いが、加熱すると苦味が和らぐため、ピクルスやピザの材料としたり、塩漬けにして、カクテルのマティーニに添えられるりする。また種子からも油が取れるが、これはオリーブ角油といい、オリーブ油よりも品質が劣る。日本国内の産地である、香川県では、飼料にも使われている。 葉の粉末入りの餌を与えた養殖葉鉢は、さっぱりした味わいになるという。作油後の果実は、食用の豚、牛、地鶏に与えられている。オリーブの木材は硬く、爪の先で押しても、ほとんど傷つかない重木。比重は、約0.9緻密で、油分が多く耐久性がある。このため装飾品や、道具類、特に、まな板、すり鉢、すりこぎ、スプーン。 調理用ヘラなどの台所用品を作るのによく用いられる。木製品としてはかなり高価である。日本では印鑑の材料にされることもある。偏材は紅白色、芯材は紅褐色で褐色の墨流しのような不規則な島模様がある。オリーブ材の加工はフランスやイタリアなどで盛んだが、ヨーロッパのオリーブは幹が細いものが多く、 加工用のオリーブ剤はチュニジアなどのアフリカ産が多い。日本でも、小豆島で、オリーブ剤をわずかに生産している。4月頃から先端が青虫に食害されることが多い。これを防ぐために、フェニトロチオン等の乳剤の希釈液を幹にだけ塗布する、樹幹散布が行われる。他にもオリーブ穴あっきウムシによる被害もある。オリーブは重要な商品作物である。 FAO の統計資料によると98%以上の生産国は地中海に面し、そのうち2、3がヨーロッパ州に集中している。2002年のオリーブの実の生産量は1398万トンであり、全体の30.8%をスペインが生産430万トンしていた。生産上位10カ国はスペイン、イタリア、 19.5%、ギリシャ14.3%、トルコ10.7%、シリア7.1%、モロッコ3.0%、ポルトガル、エジプト、アルジェリア、ヨルダンである。1960年には年産400万トンだったが、1990年に1000万トンを超えた。2002年までの10年間に生産量が著しく、 増加した国は、スペイン140万トン、シリア80万トン、トルコ70万トン、エジプト30万トン、ギリシャ20万トン、ヨルダン15万トンである。逆に、減少が著しい国は、イタリア50万トン、チュニジア20万トンである。2002年時点で、地中海に面した国のうちオリーブ生産量、果実が少ないのは、 アルバニア、2.7万トン、キプロス、1.8万トン、フランス、2万トン、マルタのみである。地中海以外であっても、地中海性気候に属する地域を含む国では、オリーブは生産されている。例えば、イラン、4万トンである。中央アジアでも、わずかに生産されているが、統計データとしてはごく、少量である。日本での栽培は、 香川県小豆島で1910年頃初めて成功した。それ以前に平賀県内がオリーブ栽培に取り組んだが、ホルトの木をオリーブと誤認し失敗している。現在は香川県を含む四国全域、岡山県、広島県、兵庫県、九州、関東地方、中部地方、東北地方など全国各地で栽培されている。宮城県石巻市が 東日本大震災からの復興の一環として、北限のオリーブ栽培に取り組んでいる。なお、果実から種を取り出すための専用器具も販売されている。程度差はあるが、自家不和合成があるため同一品種の花粉では結実しがたい。平成20年度税制改正において、法人税等の減価償却資産の対応年数等に関する奨励が改正され、 別表第4、生物の対応年数表によれば、平成20年4月1日後開始する、事業年度に係るオリージュの法定対応年数は25年となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。